鈴木由美子は、日本の科学者、薬剤師、学位は博士、上智大学理工学部准教授、コロンビア大学博士研究院、静岡県立大学薬学部講師などを歴任した。有機合成科学、有機触媒科学、ヘテロ間科学、創薬科学を専攻する静岡県出身の科学者で、ある。有機低分子を触媒とする反応や、合成の研究で知られている。 静岡県立大学、コロンビア大学、上智大学に勤務し、後進の育成に努めた。静岡県静岡市出身。静岡県により設置、運営される静岡県立大学に進学し、薬学部の薬学科にて学んだ。1991年3月、静岡県立大学を卒業した。それに伴い、同年3月23日付で、 薬学士の称号を授与された。そのまま、静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。1993年3月、静岡県立大学の大学院における博士前期、課程を修了した。それに伴い、同年3月24日付で修士の学位を取得した。大学院生として在学中に、ベンゾイン宿号関連反応と、 その触媒活性に関する研究と題した博士論文を執筆した。1996年3月には静岡県立大学の大学院における博士後期課程を修了した。それに伴い、同年3月22日付で博士の学位を取得した。なお、薬剤師国家試験に合格しているため、薬剤師の資格も持つ。1996年4月、母校である、 静岡県立大学にて、薬学部の客員共同研究員となった。1997年4月、静岡県立大学の薬学部に助手として着任し、常勤で勤務することになった。また、アメリカ合衆国にわたり、1999年3月から同年7月にかけて、及び同年10月から2000年9月にかけて、それぞれコロンビア大学の科学科にて、 博士研究員を務めていた。2008年4月、静岡県立大学の薬学部での職位が助教に変更された。2010年4月、静岡県立大学の薬学部にて講師に承認した。2012年4月、上智学院が設置、運営する上智大学に展示、理工学部にて准教授に就任した。理工学部においては、主として、 物質性名理工学科の講義を担当した。専門は科学と薬学であり、特に有機合成科学、有機触媒科学、ヘテロ間科学、創薬科学といった分野の研究に従事した。具体的には有機低分子を触媒とする反応や合成の研究に取り組んでおり、新たな合成法や新しい機能性を持つ分子の開発を行っていた。 含む窒素複素鑑式カルベンを触媒とする効率的有機合成法の開発研究の業績が評価され2007年7月7日に日本薬学会の東海支部から学術奨励賞が授与された。またカルベンがアルデヒドのシアノシリル化反応を触媒することを発見した。この研究成果をシアノシラレーションオブアルデヒズカタライズドバイエヌ。 ヘテロサイクリックカーベンズと題した論文にまとめ、テトラヘドロンにいて発表したところ、注目を集め、多数の研究者により引用されるようになった。その結果、2年連続で、テトラヘドロン多非引用論文賞を授与されることになり、2008年8月、及び2009年8月にそれぞれ受賞した。また、有機触媒反応を用いた、医薬品候補化合物の合成により、 2013年3月8日に資生堂から女性研究者サイエンスグラントが授与されている。学術団体としては1991年1月1日より日本薬学会に所属している。また、1996年1月1日より有機合成科学協会に所属している。2011年12月14日からは日本科学会にも所属している。その他、 2008年1月1日よりアメリカ科学会にも所属している。キリスト教を信仰しており、自身をクリスチャンであると述べている。ありがとうございます。